フィッシングヤングのよしです、本日は、和歌山県某所に来ています。で、今日ここ初場所なんですけど、狙い方も魚も釣れてる情報も全くないんですけど、まあ、何か狙っていきたいなと思います。それではやっていきます。場所の特徴で言えば、割と外海に面しているところです。でもまあ一番外ではないんですけど、面してるっていう感じですね。潮目がこれは後でちょっと撮るんですけど、結構綺麗に目の前に出てるんですけど、まあ、目の前にベイトもいないし、水面が騒がしい様子もないので、でまだ日が明るいです。5時ぐらいです。まずは、20g 前後のジグから投げていきたいと思います。はじめちょっと水面何かいないか、ジグを水面をこうやってアクションをさせながら滑らしていきます。今日は表層から探っていきます。次5秒沈めました。次はボトムまで沈めます。22秒でボトムにつきました。10回から15回ぐらいしゃくったらボトムまでまた落とします。レールを返して、ボトムについたらまたしゃくります。来ました。何でしょうか。結構引きます。あー、バレた、バレた。何か来ましたね。何やったんやろ。ちょっとカラーとフック変えてみます。はい、ルアーを少し変更しました。18g 使ってたんですけど、次 25g です。で、カラーをイワシ系ので、グローカラーにしました。ちなみにこれ僕が作ってるヨシキジグです。バレた。なんで。バラしまくりです。来た。来ました、ヒット。はい、エソでした。もうショアジギングおなじみの魚ですよね。いいところかかってる。そして弱いのでちょっと早めにリリースします。こいつかける前にボトムで、何かかかって、それまあバレてしまったんですけど、そこからなんかまた追ってくるかなと思って、そこで回収せずにまたボトムまで落としてやったら食いました。よっしゃ、じゃあねー。イエイ、釣れました。はい、釣れたルアーなんですけど、ヨシキジグ、こちらの 25g、カラーはシルバーのシルバーブルーの、グローカラーです。だいたい10回から20回ぐらい今シャクと落としてます。
一定のリズムでパン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 と、こんな感じでやっていきます。当たった。結構なんかね、中層ぐらいで当たるやつおるんですよ。これが何か知りたい。当たった。当たるっすね。初場所でこんだけ当たって嬉しいな。来ました。これもエソかな？あ、バレた。やばい。はい、ルアーを変更しました。バスエイさんから出ているバンジーショット、こちらの 30g、 カラーはピンクです。これでいきます。で、ちょっと当たりがあるんですけど乗り切らないんで、こちらバスエイさんのバンジーショットなんですけど、もともとアシスト服ついてるんで、これで狙ってみたいと思います。来ました。エソかな。お、違う。マジか。これは嬉しい。やりました。じゃーん。このサイズのアジ、これ尺超えてますよ。でかい。当たってたんこいつっすかね。じゃーん、やったしゃ、やったりましたね。今のボトムからすぐっすね、落としてしゃくっ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 てガーンときました。うわ、嬉しい。でかい。閉めます。あー、アジや。違う、餌やった。もうさっきアジ釣れたんで、もうアジかと思いました。はい、餌です。もうがっつりですね。がっつり食ってます。ちょっとルアーを変えます。はい、ルアーを変えました。メタルマルの 28g です。メタルジグの時はベールを返してフリーホールさせてたんですけど、メタル丸はブレードが回るんでテンションホールさせます。ちょっとメタル丸当たりがなかったんで変えます。はい、ルアーをまた変えました。こちらヨシキジグの 25g です。ました。なんやろう、アジかエソかどっちかかな。
マジで？またしてもやってしまった。カツオ。じゃん。きた。やべえ。これ割と手前できました。ガーンと持っていきましたね。またボトムからのしゃくり上げで締めます。でこういうショアジグの釣りなんですけど、ポールでも結構当たります。どうやってポールで当たりを取るかっていうと、まずポールさせるときにスプールのところに手を添えておきます。でこの時に糸がいきなり走ったり、20回しゃくったのに2秒ぐらいで糸が出なくなったら、それ魚食ってる可能性あるんで、思いっきり合わせてください。これがこんな感じでやるのがポールの当たりを取る方法です。なんとか初場所で、結果を出すことができました。シーバスタックルで今日やってるんですけど、もうシーバスタックルってすごい万能で、シーバスを狙うためではあるんですけど、こういう釣りもできるっていうのが特徴ですね。僕はショアジギングタックル専用の持ってないんですけど、全部こういうシーバスタックルでしています。ブレード投げてもバイブレーション投げてもやっぱりジグでしか反応はなかったです。あんなでかいアジとカツオが釣れました。ロッドが島野さんから出ているディアルーナ、こちらの 906ml、リールが島野さんから出ているステラの C3000HG、 P ラインが 0.85、 リーダーがナイロンラインの5号を使用しました。で、本日釣れたジグなんですけど、まずアジを釣ったのがバスデイさんから出ているバンジーショット、こちらの 30g です。そして、あともう1匹カツオを釣ったのがこちら、僕が作っているヨシキジグの 25g のシルバーブルーです。で、グロー入れています。若干スランプやったんで釣れてめちゃめちゃ嬉しいです。子供と変わらんすね。子供っすけど。シーバスタックルがあればこういうジグを使ってアジやカツオなどが釣れるので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。フィッシングゲーム。